パラグライダーで大空を舞うのは重度の脳性麻痺の青年。出会った人の助けを借りて車椅子で一人旅をしたことも。畠山涼香さん19歳。障害をもろともせず、さまざまなことにチャレンジしてきました。まあまあ、お尻の幅を掛け、はい、じゃあ背中行きます。一回あげます。障害が自分あるから仕方ないんだっていう、なんか諦めの材料がにしてほしくない。障害のあることっていうのはそんな関係ないよ。自分の意思で歩き出した息子、母はそばで支えます。目指すのは自立。自立は夢を持って動き出すこと。夢を持って動き出した一人の青年、その夢とは。大阪市内で両親と妹の4人で暮らす畠山涼香さん。涼香さんは全身の筋肉が緊張し、医師とは関係なく体が動いてしまうアテトーゼ型の脳性麻痺です。スポーツが大体好きやね。スポーツ好きなんですね。野球が好きな。どこのファンですか？阪神。阪神ファン。どこパパ行くって。パパバイバイしたり。バイバイ。じゃあね。バイバイ。短い単語なら何とか話せる涼香さん。母織江さんは一つ一つ丁寧に確認します。涼香君に対して朝必ずやることとか、まあ、それ今からセットするのが必ずやること。やっぱこう、ね、見た目大事やなと思って。身なりはきちんと整えます。障害があるからといっておしゃれにも手を抜きません。いいよ、イケメンになってきたよ。なんか目つぶってや。大阪府内の公立高校に通う涼香さん、毎朝家族で協力して学校まで送っています。父智幸さん、母織江さんの長男として生まれた涼香さん。1800グラム足らずの小さな男の子でした。退院後なかなか首は座らず、ミルクも飲まない。医師から伝えられたのは脳性麻痺、10ヶ月の時でした。しかし織江さんの反応は意外なものでした。障害名が分かったっていうのはなんか安心しましたね。あ、これでこの子がもう
昼も夜も泣き続けて、私がこうトイレに閉じこもってなーってなったりとか、もうせんでもいいかもって、うん、なんか障害が分かったら、じゃあリハビリをしたらいいんやとか、次にどうしたらいいんやということが分かったのが、なんかすごくホッとしたんですね。ハンデがあっても自分で選んだ道を歩んでいってほしい、それが両親の願いでした。障害のあることっていうのはそんな関係ないの。はい、なんてよかった。はい、うん、りょうかの自己紹介会とかも書いてあるよ。なんか見てもらってな。え、うん、今からどこ行くんですか。はい、やば。りょうかさんには高校を卒業するまでに挑戦しておきたいことがありました。それはたった一人で京都の嵐山まで小旅行をするというもの。もしかしたらそこの駅にさ、3時間も4時間もぼんやりしてるかもしれへんけど、それは別にかめへんの、いいの。いつか誰かが現れる、うん、誰も注目してくれへんかったらどうすんの。あ、呼ぶんや。この挑戦は今後の人生の宝になる、そんな思いで織江さんは涼香さんを送り出します。旅の出発点は阪神姫島駅、そこから4つ先の梅田へ行き、嵐山を目指します。はい、じゃあ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。お願いします。いよいよ旅がスタートします。最初に気づいてくれたのは駅員さんでした。はい、それではご案内します。後ろから見させてもらってもよろしいですか。はい、次は阪急梅田駅への移動。はい、お一人でかな。はい、押しても大丈夫。はい、あ、そうなの。マジで。おう、無事嵐山に向かいます。家を出発してからおよそ3時間、ようやく阪急嵐山駅に到着です。
到着して間もなく一人の女性が声をかけてくれました。これブレーキかかってます？はい。はい。こうかな。次の目的地は人気の観光スポット竹林です。あのすいません、竹の道ってまっすぐ行って2つ目のバス停を左に、はい、2つ目のバス停を左に。ありがとうございます。人いっぱいですね。おお、左ですね。来たぞ。車椅子を押してもらって30分、竹林に到着です。また飲みます？はい、はい、どれだ、うん、お茶どこです、あ、これだ。ごめんなさい、見えてない。東大元暮らしで、うんうん、喉乾いてたんですね、ごめんなさい。めっちゃ飲んだ。しかし楽しい時間もつかの間、彼女に仕事の時間が迫っていました。なかなかうまいこと車椅子押せなくてすいません。でも私は楽しかったです。バイバーイ、失礼します。そして再び一人に。待つことおよそ2時間半、ようやく二人の女性が涼香さんに気づいてくれました。すごい根性あるわ。もっと早く気づいてあげたらよかったな。ごめんね。切符通さなあかんやな。あ、そうや。こんな感じ言う？はい、よ。梅田に到着。ゴールまであと少しです。足元にご注意ください。ちょっと乗り込む、はい、恥ずかしいな。レディ楽しく、ほんまや、ありがとうございます。本当にありがとうございました。ごめんなさい、ブレーキしようか。おかえり。これかな。おかえり。出会った人の助けを借りて最後までやり遂げた一人旅。不可能を可能にする大きな自信となりました。2ヶ月後に高校卒業を迎える涼香さん。一般的に重度の障害者は卒業後施設で過ごしたり作業所で働いたりします。しかし彼にはやりたいことがありました。今後はどうしますか？福祉の学生さん、うん、それは学生や現役の介護スタッフに自分の体で介助の仕方を学んでもらうこと。そのヒントをくれたのは母織江さんでした。
織江さんは障害のある子どもたちの感性を育てる療育の講座を開いています。そこで目の当たりにしたのは、職員が手探りで子どもたちに接していたことでした。自分たちがお仕事として現場に入ったところで、まあ一からとは言えないけれども、もう初めてそこで触れ合う、初めてコミュニケーションを取っていく、初めて障害のある方と介護をしていく、実際のところは難しかったよっていうお話を聞いたので、あ、これはお仕事になるんじゃないかと。涼香さんはどんな気持ちでした？やってみようと思ったよ、障害を価値に変える仕事。二人が見つけた自立へのヒントでした。ご卒業おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう。3月、涼香さんは高校を卒業しました。なんか一区切りというよりも、なんかこう新たなスタートみたいな感じですね。これからです。本当これから、今からの方が緊張するわ。高校3年間頑張りましたか？何点？50点なんだ。足りない50点を聞いてみると、涼香さんは親友とまで呼べる友達ができませんでした。自分から積極的に話しかけなかったことを悔やんでいたのです。それができへんかったのはどうして？聞いてもらえないんじゃないかと思ってた。どうせ分かってもらえない、そういう自分を変えたいという気持ちが涼香さんの心に芽生えました。はい、どうぞ。児童デイサービスの施設、涼香さんはある仕事をここからスタートさせます。緊張はしてますか？ちょっとして。集まったのは作業療法士や看護師など、介護のプロも障害のある体に直接触れる研修をほとんど受けていません。そういう人たちに研修会を開き、報酬をもらいます。畠山涼香ですと。よろしくお願いしますと言ってます。皆さん、まず最初に涼香くんに触れてみてください。みんなで手で骨や筋肉の動きを確かめながら、どうすれば体の緊張がほぐれるかを探っていきます。涼香さんの体はまさに
生きる教科書。この感覚違うの分かります？ちょっと違う。じゃあ言って方向が違う。力加減かな。力加減。ああ力加減か。剃ってもらいますね。楽しそうや。ってなります。どうですか。お尻ぶれてませんか。テレビ見れるこれで。いいんじゃない今。行きました。ちょっと前に行き過ぎるかもしれないですね。ちょっと後ろ。いやものすごい画期的だと思います。はい。自分ではうまくやってると思ってるってもあかんとかっていうので、今までそういうのが自分の感覚以外で分かったことはなかったので、それをリアルタイムに聞けてあこういうふうに本当は思ってるんだっていうのが聞けて楽しかったっていうのもありました。今日の初給与でございます。どうもお疲れ様でした。早く見せてくれ。初めて手にしたお給料は5000円でした。頑張った言ってはりました。頑張ったけどまだ課題があるの。それは何やろ、体のコントロールのことなのか、それともアドバイスのことなのか。アドバイスのこと、あもっとなんかこう言ってあげたらよかったなと思ったこと。そう、でもみんなめっちゃ喜んでくれはったよ。その点はどうすか。よかったよかったな。3時間もの長い研修、全力でやりきりました。寮歌の卒業と、就職、起業のお祝い、乾杯。乾杯。乾杯。4月初め門出の会、何かあれば家族全員で目いっぱい祝う畠山家の習わしです。3、2、1、じゃじゃーん、プレゼント。こうして、おう、はい、できました。ほら、うん、どう、大人の印、うん、おめでとう、涼花。これでいっぱいいっぱい世の中の人に自分の名前と活動やな、涼花のやってることを知ってもらうように、っていう思いを込めました。パパも来て。早く家族やろ。家族やな。涼花の活動と思いが広がりますよ。こうしてください。両手で、はい、頑張れ頑張れ、応援してるよ。頑張れ。ここスプレミカンラン。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。今日はすごい元気やね。涼花さんは介護を専門とする大学に非常勤講師として招かれました。学生たちは障害のある人とどのようにコミュニケーションを取っていくのかを学びます。それぐらいで大丈夫ですか。起きてから準備は一人でやってましたか、手伝ってもらってましたか。手伝ってもらってた。着る服は自分で決めてますか。もう一回。もう一回。着る服は自分で決めてますか。はい。自分で決めてるのか。
なかなかあの障害をものともしないこう自信を持っているという、ちょっとこう隠したいというかね、どう出せばいいかわからないっていう方が多いかなっていう形感じも私の今までの経験ではですねしてたんですけど、依頼も増え仕事は順調なスタートを切ったはず。しかしこの日、二人の間に重苦しい空気が漂っていました。昨日のさ、あの仕事はどういうことなん、あれは。どういう気持ちでやってたん？ボソボソ喋ってさ、ちっちゃい声で、笑顔もなくってさ、黙っとったらわからんのじゃ。前日の授業で講師であるにもかかわらず、無然とした態度だったといいます。なんか自分もしかして勘違いしてんな、障害あるからって分かってもらって当たり前と思ってあぐらかいてんちゃうやろな。あんたがやりたい言うから手伝ってんねやろ。どういうつもりやねん。ほんなら子供ちゃうねん。でも涼香、お金いただいてる時点で仕事やプロやろ。うまくしゃべれとは言わん、誰も求めてないそんなこと。でもしゃべられへんから分かってくれて当たり前と思うなって。おつ気持ちやろ。仕事でやる以上やっぱりちゃんとやらないといけないでしょうと。はい。そこをできなかったのは原因はどこだ。自分の力にする。彼がこれをきっかけに何か変わるのか、それとも昨日のような状態を繰り返すのか、そこはちょっと見守らないといけないな、注意深くとは思ってます。ママ、あなたの髪型やから。ママ的にはこう、お母さんにこういうこれ、あなたの目元にちょっと似てるでしょ、これ。似てるやろ。これ前髪上げてる感じ、これ下ろしてる感じね。月に一度は通うという美容室。19歳の若者はヘアスタイルにもこだわります。今日はこれから仕事？仕事？うん、仕事。うん、ああ頑張ってるよな。うん、ね、ちょっと腰短いので、うん、このまま少し伸ばしてもらって、こっちよりね、うん、そうですね、うん、涼香さんのもとへ九州から仕事が舞い込んできました。佐賀県の、重症心身障害児のお子さんが通う施設様から、うん、あのご依頼いただいて、で今度、スタッフの、そのスタッフさんの研修に、お伺いさせていただきます。その仕事が来たって聞いてどう思いました最初。嬉しかった。
世話ね。バイバイ。バイバイ。今回の仕事は、SNS で涼花さんの活動を知った佐賀県の施設が依頼してきたもの。はじめまして。今日はお邪魔します。ありがとうございます。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日はまあ、うまくしようと思わんと、なんかできることを精一杯やって、あと笑顔を、ね、家族からプレゼントされたカードケースには生きる教科書、講師畠山涼香、畠山涼香さんの実際の、体を使ってこう支援を、現場の中でできる支援を学んでいこうと思っております。この日の目標は、障害のある自分の思いや気持ちを知ってもらうこと。スプーンで食べるときは自分で作って自分でお口まで持ってこれますか。これません。水分とかですね、本人、親から包んであげるんじゃなくて本人からも飲みたい時とか言われることありますよね。もちろん飲みたい時ってどうするの。あ、これです。あ、今言ってるんです、一応もう一回。お茶、お茶、お茶って今すごい言ってるけど、一回でいいよ、せーの。はい、かなっておりますよね。話そうとすればするほど全身に力が入ります。そんなに力込めて一生懸命そのいつもいつも話してくれんでもいいよみたいな感じにちょっと受けてしまうんですよ、はい、なんかかわ、辛いかなと思って本人が思いを伝えれば辛い、辛くない、辛い、辛くない、辛くないですね。あ、それ聞いたら安心した。それなんで辛くない、伝えたいか伝わらない方がいい、伝えたいか。ファイヤーで伝えたいですね。例の人たちと何したいの。聞こえるように見るより口元を見てもらった方が多分結構皆さんにこうするんです。学生さんとかも出てきて口の動きを見てもらった方が結構分かりやすいです。はい、もう一度せーの。はい、何回も読んで、一回で言うで、せーの、もう一回。あ、野球やった、言葉の口が野球、野球も野球という言葉に全員が動き出します。しかし再び何かを訴えます。違う違う違うな、違う、何が違うかな、何が違う、投げる、投げたい、どっちかな、投げたい、投げたいんですよね、もう一個言ってんのね今。右じゃなくて左、左か。一緒に行くよ、行くぞ、せーの、ふい、ふぅ、結局
よし。思いが伝わった瞬間でした。ピッチャーライン。ピッチャーライン。ピッチャーラインアウト。ヨカが、皆さんに伝えたいことがありますと、はい、ではどうぞ、うん、はい、今分かりましたか、もう一回言いますね。自分で選択、うん、できるようにしてあげてほしい。そうそうそう。子供。うん、うん、うん。今まではなんかこっちの支援者のなんか憶測だこうだろうなっていうので支援していくことが多かったんですけど、初めてその本人からの思いが聞けてすごく私の声に響くものがありました。子供のやっぱり意思尊重ですね、感じました。思い込みでやるんじゃなくて、子供のやっぱりちゃんとした年齢に応じてですけどね、どんな子でもちゃんと聞いていかなきゃいけないんだなというのを感じましたね。恥ずかしい、恥ずかしい、本当に。自分の伝えたいことは伝えれた？伝えれた。どうやって自分の気持ちを伝えていこう？話したら伝わる。自分の選んだ仕事に大きな手応えを感じた一日でした。高校を卒業してから頑張ってきた自分の仕事。実は涼香さん、もっと活動の場を広げたいと以前から法人化を考えていました。だから置いとこうと思って。社名決まりました。そうやな。ハイファイブ。法人名はハイファイブ。ハイタッチを意味します。それこそこうつながってるって感じはするし、こうやったってこう達成感の感じもするよな、うんうん、あとここには必ず笑顔があるもんな、うんうんうん、少しずつ自分の思いが形になっていきます。一般社団法人ハイファイブ代表畠山涼香の誕生です。これから何て呼べばいいのかな。キャッチ。キャッチって呼んでほしい。ワキ、学びさん。おめでとう。3月、講師をしている大学で卒業式が行われました。涼香さん、大学での仕事に特別な思いがあります。その中でも思い出すのは障害を持つ当事者であり外部講師の畠山涼香君との出会いです。はじめはみんなが緊張してぎこちないコミュニケーションしか取れませんでした。しかし授業で会うことが増え、お互いに固まっていた表情が徐々に柔らかくなって笑顔が増え、楽しい日々を過ごすことができました。教え子たちが学び屋を
巣立っていきます。おめでとう。感動したよ。りょうかが選んだ写真やで、これ買っただけやけど。で、これりょうか裏にメッセージ書いてるから、また読んどいて。りょうかさんは彼らに伝えたいことがありました。はい、どうぞ。もう一回、せーの。よか頑張れ、頑張れ。あんたが一番伝えたいことやろ。言ってたやんか。何を諦めてほしくないの。頑張れ頑張れ。りょうかが今まで生きてきて伝えたかったことがあるやろ、僕に働く楽しさを教えてくれてありがとうございました。楽しむことを楽しむことを諦めないでくださいって。で、最後なんて言うの。卒業おめでとうございます。卒業おめでとう。最後に自分で伝えたかった言葉、感情が高ぶり言葉ではうまく表現できませんでしたが、気持ちは十分に伝わったようです。4月、りょうかさんは新1年生との初授業に臨みました。で、介護の現場のその基礎実習でも、はい、コミュニケーション取ってきてくださいって言うんですね、で、そういう時に、じゃあ最初どういうことからお話ししましょうかっていうことを想定しています。授業は実習に出た学生が初対面の利用者と会話を進めるという想定。学生たちは名前以外の情報は一切知りません。どこに住んでいますか。はい、こんにちは。座っていいですか。りょうかくんの好きな食べ物は何ですか。どうしよう。今好きなこととかありますか。半分経ちました。大丈夫。20歳ですか。21歳ですか。初めて会う涼香さんとの会話に戸惑います。しかしその後学生たちは話し合いました。年齢聞きましょう。聞いた。なんか10代20代とか20でして減らしていきます。で
そこから絞っていったら。ほんならさ、イエスノーずっとやっといて、10でイエスノー。うん、10やったらイエス。うん、でやってたらいいんじゃない。選択肢作ったらいい。そう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 。どうしたら会話ができるのか懸命に考えます。5分間で、はいはい、はいならこっち見てください。いいえなら向こうを見てもらっていいですか。10代ですか。はい、18歳ですか。遠いかな、いいえとはいが。いいえ。19歳ですか。はい、はい、19歳。彼女はいますか。イエスだったら。授業の最後には全員の表情が笑顔に変わっていました。すごいいろんな感情と、変化が生まれた授業になりました。介護を目指される方っていうのはコミュニケーション得意ですってとか、人に興味ありますって言って来はるんです。でも実際現場に行ってみて打ちのめされるんですね。そのリアルな体験を今日させてもらえたんです。りょうかさんやってること大きいですよ。仕事を始めて1年、りょうかさんは周りから与えられるだけではなく与えることもできる存在になっていました。自分とは関係のないところで何かことが進んでるっていう世界にいたんじゃないかな。それがいや、自分の人生は自分ごとっていうところに何かこう視点が変わっていったんじゃないかな。今一番大事に知ってる仕事は何？何をメインにした仕事？グッドグッド。